はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、10月16日金曜日、続いて、新広告通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通り、メキシコペソ園から始めまして、南アフリカランド園、トルコリラ園の順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 今日はね、21時から YouTube ライブをスタートするという形でございますので、少し早めの解説となりますが、ご容赦いただければと思います。それではね、まずは昨日のマーケットの振り返りからしていきますので、いつものサイト、世界の株価のサイトをご覧ください。はい、こちら、世界の株価のサイトでございますが、まずはね、昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比マイナス19ドル。 終わり値で28,494ドルということで、わずかに0.07%下げて1日の取引を終えました。えー、寄り付き直後はね、大きくギャップダウンするような形で下落からスタートしたという形でございますが、時間の経過とと,ともに徐々にプラス圏に戻っていくというところでね、まあ、一瞬だけプラス圏に顔を出す場面もありましたが、最終的にはほぼ変わらずのね、0.07%の下げというような状況でございました。 そして、日を改めて東京マーケット、日経平均は前日比、マイナス96円、終わり値で23,410円ということで、こちらは0.41%の下落ということで、まあ、1週間の取引を終えたというところでございます。 前場のところはね、ほぼほぼ変わらずの状況からスタートしたというところでございますが、5場にかけてね、売りが広がりまして、こちらはね、ちょっと下げて終わってしまうということで、まあ、高値圏には変わりはないんですが、若干ね、スタートのタイミングよりか、今週のねスタートよりかは下げて終わるというような形で、1週間がクローズしたというところでございます。 少しね、違和感を感じるところとしましては、アメリカのね、10年国債利回り、長期金利の方が0.727までね、上がってくるというところでございますが、長期金利がね、上がってくれば、ドル円相場というのは通常はね、上がるような形ですが、このところ、ドル円の方は上がってこないというところがありますので、ちょっとね、このあたり、ドル円相場と長期金利のね、相関の方が崩れているというところがね、少しポイントになろうかというところでございます。 その中でね、新興国通貨の方は、株式相場があまりね、えー、まあ、堅調ではないというような状況の中で、少しずつね、上がってきているという形で、こちらもね、相関の方がずれ始めているという状況でございますので、メキシコペソ円の方から見ていきたいと思います。はいえー、まずはね、メキシコペソ円の15分足、1日の時間軸のチャートをご覧ください。 昨日の動画解説のタイミングは4.90付近まで下落しているという状況でございました。 こちらはね、アメリカのニューヨークダウンの方がね、下げているにもかかわらず、一旦はね、上方向に進むということでね、ちょっとこれはね、株式相場と為替の相関が崩れていたというところでございますが、今もね、結局は4.95付近まで上がっているということで、少しね、高値付近まで戻ってきているという状況で、このあたりね、なかなか新興国通貨、特にメキシコペソ円はね、底堅い動きをしているなというような印象を受ける形でございます。 そして60分足ねご覧いただきますと今までね今週はほぼ下落トレンドという形でね移動平均線が右下下がりそしてねその付近でレジスタンスを受けるという相場が続いてえ昨日の段階ではね4.9円まで下がるというところがございました。 4.9円で、ね、通常はなかなか、ね、サポートが入るかどうかというところは分からなかったんですが一気に、ね、昨日の相場ですね移動平均線を上抜けて4.95ボリンジャーバンドの上限まで上がるという形で、ね、ちょっとこれは、ねまあ、違和感ではないですけど先進国通貨も、ね、強くない中メキシコペソ円だけ上がるという形で、まあ、これは、ね、メキシコペソの強さが出てきたかなというところでございます。 その後も4.95ね、上抜けはできないんですが、一旦ね、上回った移動平均線よりか、上側でね、サポートを受けることができまして、陰線から要線に出てきたというところでね、今後もメキシコペソ円こちらの方は、他の新興国通貨、そして先進国通貨よりも強いような動きが出てきそうだなというところでございます。今後の動きとしましては、 まずは今ねお話をしました4.95ですね。過去、サポートにもなっておりますし、レジスタンスにもなっているということで、ここを、ね、抜けれるかどうかというところがポイントになろうかと思います。 今週のねクローズのところが大事となりまして、4.95をね上回って終われば、来週はねまた5円を目指すような相場になろうかというところでございますが、再度ね4.95に頭を押さえつけられてしまいますと、今週のね安値の4.9円に近づくという形で、やはりこの4.95ですね、ここを超えるか超えないかというところがね一つ勝負どころになろうかなというところでございます。 今のところね、15分足で見てみますと、まあ、高値付近で張り付いていますので、今日のね、経済指標のアメリカの小売り売上高ですね、こういった指標しかね、大きなところがないというところでございますので、まあ、こういったところのね、変化によって株式相場が変わる、そしてアメリカのね、株式相場がもし上がることがあれば、それにね、続いて上に上がってくるという状況が想定されますので、ちょっとね、株価をにらみながらの展開になろうかなというところでございます。 一旦ね、株式相場は軟調というところでございますが、それにも、ね、負けずメキシコペソで上がってきましたので、株式相場がダウ平均の方が、ね、上がってくれば、もう少し、ね、上がる余地はあるかなと思いますので、ちょっとそこのあたりはね、株式相場を見ながら新興国相場を見ていくというところがよろしいかと思います。4時間足ご覧いただきましょう。 はい、えー、なんとかね、えー、移動平均線が今までのね上昇トレンド、それで横ばいから右下下がりに切り替わってきたところのピンチをね、えー、なんとか乗り越えたからというところでございます。えー、ただ、えー、油断できる水準ではございませんでして、えー、ここはね、移動平均線でしっかりとサポートが入って、 で4.95を超えるまではねなかなかこの下落トレンドが終わるかどうかというのがわからないところでございますまあ、かねてからね4.85よりか下側でロングを組みましょうというところでございましたがちょっとねこのあたり昨日で4.9円の明確なサポートが入ってしまった以上ですね4.85を下回るのは今日の段階ではねもちろん難しいかなというところでございます ただ、メキシコペソイね、皆さん持つ目的としましては、やっぱりスワップ金利をね、ある程度受け取りたいという方が多いと思いますので、まあ、このタイミングでね、あえてロングを組む必要はないかなと。まあ、短期的なところでね、4.95付近から5.0円というね、まあ、こちらの値上がり益を狙っていくというところはね、よろしいかもしれませんが、ただね、それであれば先進国通貨でね、狙っていければというところでございます。やはり中長期的なポジションを取るのであれば、4.85,4.80。 4.75といったね、4.85以下の0.05刻みですね、ここまで待っておいた方がよろしいかなと思いますので、ちょっとね、あくまでもこちら上がっていった場合は、今ロングを持っている方が利益確定をするというところでございまして、その他にね、中長期的に新たにロングを組んでいきたいという方はね、4.85まで下がったところまでね、待っていただくというところがよろしいかと思いますので、まあ、決してね、ポジポジ病にならないようにね、気をつけていただければと思いますので、参考にしてください。 ください、はいは、えー、以上でメキシコペソ園の解説を終わりまして続いて南アフリカランド園を見ていきましょう、はいえー、ランド園の方も昨日の相場よりか若干上がっているということでね株式相場と反する動きをしている状況でございます、えー、昨日の動画解説のタイミングは6.3円付近で、ね、サポートが入るかどうかというお話をしました そして一応ね、6.3円というところは、レバレッジを抑えて、まあ、できればレバレッジ1未満でね、お試しでロングをしてもいいですよというお話をね、しましたが、なんとかね、6.3円で一旦は反発をしたというところでございます。6.3円から始まってね、ニューヨークマーケット下がりながらも若干の上昇、そして横ばいを続けながら、欧州時間に入ってから6.35にね、戻ってくるというような相場を演じたというところでございます。 ただね、これを60分足でご覧いただきますと、まだまだね、本格的なロングが取れるかとどうかといえばね、これから次第というところでございます。今週ね、引かせていただきました三角ペラントですね、ちょっと早めに下落トレンドに抜けてしまったというところで、そ、ま、こ、あ、割れして、一旦はね、6.3円まで下げてしまったというところでございます。 ただ、この右下下がりの移動平均線をこの、ね、直近の上昇によっていっ、ね、一旦は上抜けてボリンジャーバンドを曲げるような、ね、上昇という形になりますのでこれは6.35で、ね、レジスタンスを食らったとしましても勝負どころの6.325ですねこのあたりで移動平均線よりか上側で、ね、サポートを得る要は陰線から陽線になること転換することがあれば6.375、6.4円を、ね、また戻していく相場が期待です。 ででできるとといいうところでございますので、まあ、勝負どころはね、えー、今日の段階で、えー、移動平均線が右肩上がりに切り替わってきますので6.325よりか上側でサポートが入るかどうかというところでございます。 そして、ゴールドコーろではね、6.35よりか上回って、今週がね、クローズすれば、来週に期待が持てるというところでございますが、逆にね、この6.325よりか、下側でね、終わってしまって、6.3円付近で終わってしまいますと、ちょっとね、6.3円割り込んで、もう少し下落する可能性があるというところでございます。これは、4時間足をね、見ていただければというところでございますが、移動平均線がね、今までの横ばいから右下下がりに変わっている。 先ほどの通りね、6.35でレジスタンスを食らってしまうというところはね、イコール4時間足の移動平均線、右下下がりの移動平均線でレジスタンスを食らったという形になりますので、そうなりますとね、6.3円の攻防がまた始まって、ちょっとね、移動平均線が下がってきますと、部が悪くなる、上値が重くなるということで、6.3円割り込んでしまって、6.2円の方向に行く可能性があるというところでございますので、やはり4時間足を見ますと、まだ上値は重い。そして60、 分足ベースで、えー、今日のね。 6.325でサポートを受けることができるかどうか、こういったところにね焦点を集めながら、引き続き6.3円ぐらいまで下がるところであれば、お試し買い、そして6.2円、6.1円というところでね中長期的なポジションを持ちたい方は、サポートラインがございますので、こういったところまで待っていただくという形でよろしいかと思いますので、短期的な売買というところよりも中長期的なところでは、6.3円はまあお試しのレバレッジを抑えたロング。 そして6.2円、6.1円ぐらいまで下がることがあればですね、そういったところでポジションを取るというところの、ね、目線でよろしいかと思いますので、そのあたりね、早まって大きなロットでロングを取らないように気をつけていただければというところでございますので、参考にしてください。はい、以上で南アフリカランド円終わりまして、最後にトルコリラ円を見ていきましょう。 はいえー、トルコーリーラ円ンは昨日に引き続き、えー、かなりね、値動きの方が、えー、少なくて、えー、ボラティリティが小さいというような状況でございます。えー、こちら15分足、ねえー、ご覧いただきましても、まあえー、上髭下髭が出て非常に汚いチャート、えー、いわゆる、ね、トレンドが出ていないというチャートでございます。値幅の方もね、えー、全く動いておりませんでして、えー、上値はね、13.290。 下値は13.230ということで、まあえ、わずか6ピプスしか動いていないということで、まあ、取引に値しないというような状況が続いております。えそして、えー、60分足を見てもね、えー、今までの、えー 値動きから、ね、さらに値動きが小さくなるということで、ね、今のところ13.25付近でなんとかサポートを保っているというところでございますが、ただ、ね、このような形でロングを今、誘っているという形にしか見えないという形になりますので、13.25をズバッと割り込んでしまったときには、そのロンガーが、ね、手放すということを考えますと、ね、やはり今のところです、ね、上値を期待するというところよりも、下方向に、ね、落ちるリスクの方が高いというところ。 そして、値動きもね上値伸びたとしましても今までのロングを取っていたロンガーの方々が売り圧力が強くなる、下値に行った時にはロングが投げるという形になりますので、まあ、そういったことを考えますと今の段階でロングを組む必要は全くないというところでございます。4時間足ご覧いただきましょうはいじりじりとね1ヶ月間かけて下落トレンドがまだまだ続いているというところでございます。 まあ9月の段階では、ね、定期的にこのような形で吹き上げる場面もあったんですが、ここのところはね、もう吹き上げる元気もなくですね、じりじり,じりと移動平均線に押さえつけられているという形でございます。 このような状況ですとね、いつ下の方向にね、ブレイクしてもおかしくないという状況でございますので、引き続きね、底根県だからといって、ロンゴは現金という形になりますし、毎日ね、お話をしております、週足ベースですね。週足ベースでは、こちらね、トルコリラ、パニック売りがね、ありますので、去年の8月、去年の1月、そしておととしの8月といった形でね、2、3円から5、6円ですね、下げる場面がありますので、このようなパニック売りがね、出ないうちには、 じり下げの段階ではあえてロングを組む必要はないかなと思いますので強いてロングを組むというところであれば大きくパニック売りで今ロンガーの方々が持っているポジションを刈り取ったところで入るのが筋かなと思いますのでそういったところを考えますと今の段階では様子見そして大きく12円下げるところがあればロングを組むというところで準備をしていただくだけという形でよろしいかと思いますのでトルコリラの方は私も痛い目にあったからこのような 形でしつこいね、えー、お話をしているんですが決して、えー、安易な形で、えー、論語を組むことはやめていただければと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上でね、えー、新興国通貨3兄弟の解説を以上といたします、えー、冒頭に申し上げた通り、えー、今日はね21時からライブの方を行いますのでもしね新興国通貨の方で、えー、質問等ありましたらねライブの中でチャットでねご質問していただければと思いますのでよろしくお願いいたします 今回の動画が参考になったという方いらっしゃれば、いいねボタンやチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。そしてね、あと、推奨トレードのポイントに関しましては、今日はライブをやる以上ですね、ちょっと休止とさせていただきますので、そのあたりはご了承いただければと思います。はい、以上でございます。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でございました。もしね、21時以降お時間ある方は、ライブの方、21時からでございますので、ご視聴の方、よろしくお願いいたします。バイバイ。